ジム内部グリーソンズジムはアメリカ合衆国ニューヨークブルックリンに所在するボクシングジムである。1937年にボビー・グリーソンがブロンクスで設立。当時よりオリンピック選手の多くがこのジムを拠点として活動していた。その後マンハッタンを経て現在のブルックリンに移った。現在のオーナーはブルース・シルバーグレード。このジムからはモハメド・アリ。 ロベルト・デュラン、マイク・タイソンら多数の名世界王者を生み出し、米国における名門事務としてその名を馳せている。また、国外の多くのボクサーが、合宿などで使用している。一時、リュウ・ナオヒロがトレーナーを務めていた。2009年からシワク・ケンジが、グリーソンズ事務公認トレーナーとして契約している。スポーツ業界としては、稀な逆輸入トレーナーとして、在日米軍基地などで指導している。 オーナーのブルース・シルバーグレードも、私は、主枠賢治氏が、グリーンソンズジムのトレーナーでいてくれて、大変嬉しく思っている。彼は、大変資質のあるボクシングの専門家であり、グリーンソンズジムの日本支部を担当しており、すべての運営とトレーニング対応を行っている。と述べている。ありがとうございます。